Mad Cafe Garden presents Stecky Style。舞い上がれ桜の雨、長くなびくおぼろ雲へ。時刻は3時になりました。マグカフェアットガーデンステキスタイル、キロです。今日のゲストも引き続き、テレビアニメの企画プロデューサーの諏訪道彦さんにお越しいただいています。前回シティハンター、そして今回はですね、なんと名探偵コナンについて語っていただいてます。あとね、ちょっと違うアニメの話も出てきますから、お楽しみに。それではお聞きください、どうぞ。マグカフェアットガーデン素敵スタイル、今週のゲストもエグゼクティブプロデューサー諏訪道彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はもうめちゃくちゃ濃い話もしましたが、また続きの話もお聞かせください。いや、よろしくお願いいたします。さて、諏訪さんといえば、いや、もちろん先週はシティハンターの話盛りだくさんでしたが、はい、やっぱこの作品も触れとかなきゃということで、名探偵コナンなんですが、はい、ありがとうございます。これはまあ、コナンがあるんで、はい、まあ、今でもアニメの仕事をやってるということだなと思いますね。だってエンディングに絶対名前出てきますもんね、諏訪道彦。今はね、エンディングでスーパーバイザーですね。その前の、まあ、リマスターっていうのをね、たまに再放送みたいなのやります。その時はまあ企画とかプロデュース、25年一応ずっとやってきましたので、まあ、一応初代プロデューサーということでですね、まあ、初代が、ね、チーフまで入れたら25年やってますけども、まあ、今は後輩は今は塩口さんという方がやってます。とにかく番組がすごく面白いので、ぜひコナンの、あ、こんなところを見てもらっていいかなっていうところなんかは、じゃあここからね、お話しさせていただければと。見どころ、諏訪さんならではで、見どころというか、まあ、メタのところはそのものは1996年1月からスタートです、青山総長先生、まあ、本当にすごい先生ですよね。青山先生の連載は94年の1月からですね。で、まあ、94年の1月、その頃僕はその前に実は「やわら」っていうアニメをずっとやってまして、はい、まあ、小学館さんの、もう今はもうそこまで、これからまたあると思うんですけど、小学館とか講談社とか、まあ、集英社とか大きなところは基本的に年末年始、まあ、決まってるんですけども、コミックパーティーみたいな、謝恩会みたいなのを年末やる、これは必ず毎年やるんです。でかいですよ、帝国ホテルかなんかを借り切ったりとか、借り切ったりとかでかい船までやるんですけど、まあ、そこにお伺いして、94年の1月、まあ、毎年だとやわらからご縁もいただいたんで毎年行って、うん、業界向けの展示会、そうですね、業界、特にでも小学館さんの場合はいわゆる漫画家さん、いつもお世話になってる漫画家さんはそこで謝恩会ということで、もちろんそれは漫画家さんだけじゃなくて関連会社とかいろんなこともあるんですけど、うん、そこで94年の1月ぐらいに連載始まる時の青山先生にご挨拶もしたりして、うん、まあ、その時は青山先生はマジックカイトっていうのをやんで、マジックカイトからその前に刃ですね、うん、刃の先かな、マジックカイトっていうのは実はこれもコナンより10年ぐらい早くやってるんですけど、いうので、もう僕も大好きですっていう話もした。ただね、そのもう2年ぐらい前に、92年の秋ぐらいに、確か近代少年の事件簿っていうのが少年マガジンで講談社で連載開始されます、うん、これも本格ミステリー、これも結局私もやることになるんですけど、うん、とりあえず高校2年生の金田一はじめっていうのが、まあ、じっちゃんの名にかけて、ね、金田一耕助の孫という設定で、うん、推理をしながら、まあ、きちっと殺人事件を解いていくと、それがもう大ヒットもう92年のヒット画ぶり、93年はすごいですよ。まあ、ドラマをやるわ映画をやるわでね、大ヒット、まあ、その大ヒットを見て、当然少年マガジンとのライバル誌である少年サンデーも、まあ、黙っちゃいないということだと思います、うん、ね、こちらでもミステリーをやろうよっていうことだというふうに僕は聞いてますが、そこで青山剛昌先生がそんなに続くもんじゃないけども、そういうことだったらこういうのどうということで、名探偵コナンが始まると、うん、その時の、担当編集者もすごい優秀な方で、先生と一緒にまあ、ベースをね作られた。でそれを始まったところ、第1話を見たところが、まあ、皆さんもご存知のようにジェットコースター殺人事件なんですけども、1話目やばい、そうです、その1話になるし、もっと言うとここ4、5年前に2時間スペシャルね、エピソード1っていうことでやったぐらいですから、その30分のものを、まあ、原作ですね、まだそのアニメになってないものを読んで、やっぱりその一番驚いたのが、こう薬を飲んで体が縮むっていうところですよね、うん、17歳が薬を飲んで体が縮む、でその後、まあ何週か読んでると、うん、その後起きる事件は
ある意味リアルな事件だ、うん、リアルっていうのもね、現実味というよりも実際にトリックとか何かをやってみたら、はい、ああできるよねみたいな感覚がある話なんですね、うんうん、そうですね。それとその時の大ヒットした金田一で、金田一の方をアニメするのはもう普通なんですけども、うんうん、まあ、それは、まあ、金田一の方はまあ高校入生が、まあ、これもリアルな、はい、あの事件の、トリックも含めて あり得るなみたいなところの中でやっていく、うん、でコナンはそれも同じなんですけど、薬なんで体が沈むっていうところはもう簡単に言うと大嘘なんですよ、うん、フィクションですよね、うん、それが面白い、うん、だからフィクションの上にリアルな、まあ、ノンフィクションとは言いませんね、こういうのはね、まあ、トリックにしろそのいろんな謎解きの部分も、はい、リアルにやっていく。こちらは高校2年生の金田一じゃない、ここの嘘をついてる部分が絶対アニメ的だと思ったんです。あ、そうですね、まあ、嘘をつくっていう言い方もちょっと変なんですけど、でも薬は飲んで体が縮むっていう設定はその中では生きてますけども、実際にはないことじゃないですか、はい、いやあるのなんていうのが、ね、ないですよね。いやないと思います。それはないので、それをやった上で、まあ、それを一つのコナン君は例えば大きく戻りたいとかずっと思ってました、はい、初めは、うん、今も思ってると思うんですけど、あの時間経過はまだ半年ちょっとなんでね。あとランちゃんのね、ランちゃんのカッターとかもありますよね。だからまあ、ね、それからはね告ったりするものもね最近はあるわけですけど、まあ、だってそういうねあのアニメっぽいところあるんで、僕は第1回目の方漫画を読んで、うん、からまあもう5、6週っていうんですか、もう10週ぐらいの連載の時にはその編集部に行って、これは絶対僕はアニメにしたいなと思いました。早い。で私もミステリー好きで、一応僕はまあよく言うんですけど、手塚治虫、刑事コロンボ、俺たちの旅、この3つの作品、3つの1つ作品があるから僕が今ここにいるってずっと言うんですけども、まあ、1つコロンボも入ってて、はい、まあ、やっぱりああいうあれは登場法っていうんですけども、まあ、ミステリーが大好きで、で、まあ、このコナン そのミステリー度合いも、テレビアニメとしてね、あのミステリーを皆さんに見せていくということに関しては、とてもまあやってみたいなと思ったことなんです。それでまあコナンのアニメをやるんですけど、実はその時の94年の10月から95年の12月までは、実は僕はマジックナイトレイアスというアニメをやってます。お、はいはい、見てました、はい、あのレイアスそのものは実は私の企画ではないんですね。でどういうことかと言いますと、あれは仲良しに載ってるあの少女もんで、僕はその僕の読書読み終わったエリアではやっぱりないわけですよ。仲良しは違いました。さすがにね、仲リボン仲良しと言われて、おーって言いながらもね、ちょっと無理言ったのがあるよ。そうだね、まあ、仲良しは無理というよりあれはもうクランプさんというとんでもないカリスマの漫画家さんのなんで、その内容は別にストーリーじゃないんですけど、少なくとも僕が読んでたからやるよっていう話ではないんですね、うんうん、で僕がやるよって言った話は、実は他に企画をやって、企画をこう会社の中で出してコンペで負けてレアスが勝ったんですよ。でレアスが勝って、その時に僕ちょうど35歳、はい、35歳の時にレアス、こう仲良しの漫画を、うん、とかマジに思いましたよ。うん、でもまあそうやるか、いやもし嫌、ね、だってなったら、まあ、他に担当してつけるからって言って、うん、正直考えたんですけど、うん、35歳この年齢で、はい、いや何もついてないことの方が損だなと思ったんですよ。自分で今その35の時にどんなもんであれ、まあ、現役として動いていることは絶対大事だろうと思ったんです。しかも知らないんで、どんなもんっていうのも、まあ大体わかります、漫画読んだらね、はい、これをどうすんだみたいなことになって女の子がときめくね。そう、3人の女の子ですよ、ヒカルちゃんとフーちゃんとね、あの海ちゃんなんですけども、その女の子が、まあ、異世界へ行ってセフィーロへ行って、まあ、活躍する話ですけども、まあ、それはいいんです。あのだからそれを、まあ、テレビアニメはどうするかっていうのは別に僕だけの仕事じゃないですか。原作があるわけですし、制作がある、うん、まあ、でもそれをやるかって言って、やっぱりやってみようと思って、うん、じゃあもうやらせてくださいって、うん、月曜夜7時半だからそれも、実はスト2レイアスって言いまして、上はストリートファイター 2V っていう。そうでした、うん、辻谷さん亡くなっちゃいましたけど、辻谷さんは羽賀健二さんという方が主役の2人やんっていうね。まあ、それは7時からで、さすがにその時に僕はやわらとシティハンターでやってはいたんですけども、2階建てやったこともあるんですけども、ちょっと無理ということで新番組で僕はレイアース、はい、でスト2リートファイター 2V っていうのがまた僕の先輩の人がプロデューサーやって、うんうん、まあ、スト2レイアースっていう特別番組なんか作ったりもしたんですけど、 PR 番組ですね。それでまあまあそれはそれとして、あの番組を2階建て始めて、でそれからスト2からまた変わったりもするんですけども、うんうん、私のレイアースはまあ1年ちょっと続いて、まあ、電通さんがスポンサーということもあったし、はい、簡単に言うと視聴率以外は基本大成功ですね。
視聴率がどうしても伸びないんですよね。そうだったんだ、見てたけどね、まあ、簡単に言うとアニメ撮ったら2桁みたいな、あの 20% みたいな時代もあったわけですよ、はい、で、まあ、あの 20% はもちろんなくてもやっぱり2桁がどうしても撮れなかったんですね、うん、どうしてもっていうレベルになってもうちょっと低かった、うんうん、で結局テレビの視聴率以外は商品の売れ行きもいいわ、はい、あの評判もいいわ、漫画もよく売れてるわ、はいはい、クランプさんだし、まあ、結局テレビ局のブルーサーは脳がないんだねって話になって、頑張るしかないって言ってやるんですけど、まあ、それはそれで、半分半年経ってからも大川七瀬さんというクランプの先生が、出てきて、はい、その先生がちゃんと本を書いて、まあ、これで、全約48話50話とかね、48話ぐらいまで、まあ、放送をします、はい、で、まあ、もちろんその放送した時はもうコロナに決まってるんですけど、途中でやっぱりこれはそう我々は枠なんですね。例えば今の月曜日の夜7時半に枠があるかないか、はい、で枠があるということで、その枠に対してそれはじゃあいつ終わるのか、うん、別に終わらなければ続けばいいですよ、はい、コナンがいい例でずっと続いてますよね、はいはい、だからそういうこともとバランス、だからやれるかもしれないって言って背負ってる時ってあって、まあ、僕はコナンはこれ背負うべきだろうということで、うん、ある時からもうコナンは僕がどっかでアニメにしたいということで、ただ別にレイアースは終わってからとかその時思ってたわけじゃないです。そう思うのは相当後になりますから、うん、いつかわからないけれども、でもそういうプロデューサー、まあ、テレビ局のプロデューサーの仕事の一つはそこですね。だから枠を背負ってその枠の中で何をすることによって、まあ視聴者視聴率も上げて多くの視聴者をつかめるのかみたいなことですね、まあ、それがまあレイアースが若干こう数字では苦労した、ね、で、まあ、半分ぐらいだったらプロデューサーが変わるっていうことで、そのあの東京ムービーのプロデューサーが変わって、まあ、そこで出会ったのは初めて 同級生っていうか同期だった、同期っていうか同年代の吉岡雅人っていうやつで、そこでレイアースで出会うんですけども、はい、まあ、出会ってもどうしてもレイアースを2人とも頑張ってやっても、まあ、それ以上上がらないし、まあ、これはまた別の方向に行こうということで、第2章っていうのはビデオなんかで出たりするんですけどね、レイアースね、うんうん、じゃあ、まあ、テレビはこの辺でということで、その1995年の、まあ、僕の記憶では5月ぐらい、ちょっとその時もね、いろんな、まあ、ちょっと、社会的な事件もあったんですね、うんうん、まあ、あのテレビでもいろいろ巻き込まれたし、うん、まあ、あのオウム事件なんですけどもあって、はい、まあ、そのこともあって、その対応策しながらも、その5月ぐらいから、とにかく名探偵コナンを、まあ、やろうと、うん、で本当だったら、ある制作会社でやろうとしたんですけども、あのレイアースの制作会社東京ムービーでやろうっていう話になり、吉岡プロデューサーと一緒に、まあ、作り出していくというのが1995年の5月ぐらいからですかね。で、まあ、その時にコナンにでその時に決めてたのが、さっきあの前回シティハンターの話しましたけど、フォーマットっていうのは本当に大事なんですよ。我々の、まあ、最たる仕事、面白いものを作るのが一番ですけど、とりあえず僕としてはテレビの中で30分をどう見てもらおうかということで、で名探偵コナンに関しては、まあ、シティハンターでアタックゲットワイルドと言いましたけど、コナンに関してはやっぱり尻尾まであんこが入っているたい焼きっていうのを目指すわけですよ、まあ、大阪風に言うとそんな感じになるんですけど、はいはい、だからコナンは、まあ、なんか特別推理定食みたいな感じで、要はトリックとかあの動機とか犯人とか謎解きとかがおかずと 一重、まあ漬物とか味噌汁とかご飯が全ていいもので来ちゃって、それがちゃんと定食になってできているというね、あの定番推理定食みたいな言い方をしている、そういう番組にしようと、うんうんうん、いうことも吉岡さんとからその前にシティハンターも一緒にやった、これは結果ミステリーが好きなんだっていうことで、児玉健二監督っていうのも私も、まあ、児玉さんとはねシティハンターコナン、まあ、結果一緒向けて、まあ、10年に1回一緒にやってるんですけどね、まあ、その児玉さんもいろいろ話した結果、フォーマットをどうしようかということが、すごくこう、本当にいろいろやり取りしました。で特に今でも残ってるのはオープニングのアバンということで、たった一つの真実を見抜く、見た目は子供頭脳大人、その名探偵コナン、ああいうのを頭に出す、あれは歌のイメージと今日は何すんのとから決まりっていうことを15秒のイントロ、だから名探偵コナンはどんなビーズさんでもダダさんでも誰が来ても15秒のイントロいただきます、はいはいはい、イントロが逆には15秒作ってきてください。なるほど。それでその名探偵コナンって言って歌が始まるみたいな、そうですそうです、あの感覚から、まあ、
サブタイトルはそのあのもうこれも今でもやってますけど、まあ、炎のドアがバーンと開いて、サブタイトルこれはミステリー城ようこそなんですよ。ディズニーランドでフォーテンドバーショーでも何でもいいんですが、それに入るときになんかワクワクするじゃないですか。します。なので CM 中 CM に行くときに一回ミステリー城からバーンと出るんです。ドアが閉まってガチャンってね。でまた CM 開けてまた開くんです。開きます、開きます。全てミステリー城この世界へようこそっていう演出ですね。でエンディングはこれは、まあ、あのやっぱりドラマの最後 あの犯人は誰なんだみたいなところに、前編から後編続いたりとか、もちろん第1話で終わったりもする、1話完結で終わったりするので、まあ、予告をドラマのようにしようと、あの推理ドラマっていう感じ で予告は普通だと並んでる時に、まあ、例えばコナン君が、次回の俺はこんな事件に遭遇する、この時はこうあのなかなかこんな事件は難しいぞっていうナレーションではなくあのそれぞれのシーンを、次の回からシーンを引っ張って、あのこの、まあ、例えば青春ドラマっていうか普通のドラマだと「愛してるよ」とか、そういういいところパンパンって出てくるじゃないですか。それと同じようなコナンでは「いやおかしい」とかね、 あとはその犯人たちが、犯人たち容疑者が「私じゃないのよ」とかね、いうようなことを並べていくという。でこれらをまあ、その後にネクストポなんてヒントもあって、このヒントっていうのはあのこれもまあサザエさんのジャンケンっていうのは僕にとって最大のライバルであり一番なんですけど、だからその前のヤワラでもあの本当はバルセロナあと何日とか、コウちゃんこう謎とか、あのイニアシャはイニアシャのツボとか、はい、でブラックジャックは NG 集とか、ね、このことは全部やってるんですけど、まあ、コナンにおけるそれはネクストのヒントなんですね。そうだ続いてますね。でやっぱりあの月曜日の夜 C 班なんで、ヒントを見て例えば、まあ、初めは一本立てが半年続きます。これ、うん、番組って半年で終わる可能性があるんですから、はい、多分そこはもう一話完結で連続させないように見せていこうということをずっとやってます、うん、ただその後に前後編になったりすると、まあ、ネクストランドヒートはその辺から生きてくるんですけど、うん、ヒント見てよね、次回なんだ、あれがヒントってどんなふうになんだろうねって学校で会話してもらうため、話せます。でヒントの後に、高山さんとか高木渡さんとかなんか一応コミカルなものやってる、あれもね原稿一応僕ら作ってるんですよ、はい、あの基本はねその次を見てほしい次回のまあ、宣伝文句だったりするんですけども、まあ、それはちょっと、そればっかりじゃなく、なんとなくこのギャグダジャレ的なものとかいうのをやっていたら、まあ、高山さんも特に高木さんとかいろんな方がその調子に乗っていただきましてですね、まあ、5秒あれネクストランディーと5秒、はい、からその後も5秒なんですよ、はい、あれはあのエンドって僕ら言ってますけど、エンドでその5秒で、こうやり取りを入れてもらう、一応その原稿は出してます。ただこの原稿を諏訪さん面白くねえよどの辺なって言うと、向こうからじゃあいいかなんか言ってコナンどう思って言って、あ面白いねか、でそのガラスの向こうとこっちで役者と僕らが会話して、であのその日のものを収録していくというというわけで、ね、尻尾までアンコっていうのは頭のアバンから最後までネクストコナンズヒントまで、うん、もう CM はもちろんありますけども、チャンネルを変えずにずっと見ていただいて、あ終わったら19時28分50秒とか、いやあの、はいはい、19時、まあ、要はあの一歩に一回視聴率ってそのなんだ見てるかどうかの電波を取っていくっていう、うん、今もそのシステムですよ、はい、だからその CM が必ずこのピンの位置で持っていかれるんで、どこなるべくその中身で持っていかれるようにっていうようなことの工夫をやっぱりしてるんですね、うんうんうん、へえ。でもそういったフォーマット番組のどういう流れにするかって決められるのがやっぱりテレビアニメの局のプロデューサーならではっていう感じですね。まあまあ、それはもう局のプロデューサーだけではなくて一緒に会話しますよ。だってその制作する方も、うん、今の例えば予告なんかのもう倉間さんにそこは任せる。でもアバンの文章とかエンドとかはじゃあ僕が書きますと、うんね、それはやっぱりみんな全部任せても無理なんで、うんうん、それはやっぱり一つのこのなんていうんですかね、やっぱりやりあのお互いにねやっぱり助け合うっていうんですかね、うん、分配していくというようなやり方 で制作の方に関しても当然制作会社さんなり監督なりその回の演出なりプロデューサーなり任せる。だからまあ音楽なんかも音楽を決めるのは決めますけども、決めてどういうテーマで決めたからその時のオープニングの絵とかエンディングの絵はこんな感じにしようかなっていうのも、うん、何でもかんでもはい音楽だ投げやっていうことではなくて、やっぱりこの番組のある種色結果今続いてますけど、続くため の、まあ、縦線という背骨みたいなもんですね、はい、そういうのは僕らはどうせ持っていかなきゃいけないので、それに関して、まあ、毎回毎回やる内容は原作から持ってきたり、当然最初からあのアニメオリジナルっていうのを続けばいいねと思って、
半年で終わっちゃったらもうそれも無駄なんですけど、続けばいいねって言ってアニメオリジナルみたいなものを第6話からも入れてますけども、あ、まあ、結果そういうのがその次の年から始まる映画につながっていくんですけども、なので、メガネコラに関しては今皆さんがもし見ていただくなら6時ちょうどかな、今のはちょっと今の方は6時1分からかもしれない、から始まったらそのずっと終わるまでどんなリズムで CM も含めてですけど、うん、この番組やり前編だったら後編がどう楽しみのか、後編だったら後編が終わり、エンディングがあって、その後にエピローグがあると、エピローグが絶対日常に戻ります。おちょっと一応血生臭い殺人事件があったりするから、それを引っ張ることはしません。前編はもし前後編の前編だったら、前編はどうしてこんなことが起きたんだとかね、誰が犯人なんだってなりますけど、はい、後編はそういうふうに一回戻します。確かに一本立ての時でもそうです。必ずエピローグはなんかもう日曜三定団の日曜とか戻します。戻ってる戻ってる皆さんをその血生臭いそういう事件からは解放させていただきますので、確かにこの辺の工夫が結果今96年からで27年目28年目ですか、うん、もうこの1月で、なので、その方とそのまま今生きてるんですね。すごい、これはこれで、まあ、完成されたフォーマットだったんだなと、良くなければどんどん変えていきますから、へ、ね、すごい、それが生できてるっていうのは最初に、まあ、吉岡プロデューサー、児玉監督、みんなでもやんややんや、もうこうしたらああしたらって言って、こうなんていうのは何が一番いいっていうようなことをやったのは事実ですね。すごい、ね、それだって今のメタンでこれありますんで、ぜひまたご覧になっててください。ありがとうございます。じゃあ最後のトピックになるんですが、はい、今後の諏訪さんみたいなこともお伺いできればと思うんですが、そうですね、今会社がじゃあ読売 YTV ネクストライという会社で今アニメ企画プロデュースをやってます。ダウンタウンデラックスという番組を作ってる素晴らしい制作会社なんで、この辺の、まあ、ダウンタウンデラックスはぜひ見てほしいですし、はい、木曜日夜10時、まあ、それはそれとして、ここでまあダウンタウンのできる時はお仕事のお手伝いしますけど、うんうん、私はまあそこでずっとまあアニメやってきたということも会社からもまあ認めていただいているということで、はい、新たなことをやり、ちなみにこの4月からこれ局が違うんですけど、こんなことは普通ないんですけども、フジテレビの痛みなので王様ランキングっていうのをね、勇気の玉手箱、宝箱っていうのをやりますんで、その中は協力プロデューサーでエンディングで勇気を出します。だから僕この王様ランキングでフジテレビさんに初めてクレジットしてすごい普通ないですよね。読売テレビから今 YTV ネクストライで、 YTV ネクストライという会社が今回その制作の契約してますので、こういうことは成り立っております。決してアンダーグラウンドでやってるわけでございません。内緒じゃないよいやいや、もうやってることはやっぱりね、ちゃんと皆さんに言って面白いんですよって言わないといけないですし、いいですね。神奈月の子供という映画を去年公開しました。去年でも一昨年になりますね、公開は、はい、それがまあネットフリックスで世界配信になったりしている、その辺なんかもまあスーパーバイザーとしてやったりというようなことで、まあ、まだ言えない企画みたいなことをね、当然我々やっぱ企画者っていうのは種をまいて、まあ、まいただけで芽が出るかどうかは問題あるんですけど、芽が出たらそれをきちんと育てるというのは当たり前の仕事なんです。そういうことをまあこれからももっとしっかりしてもやっていきたいなと、もう63、まもなく64、4月になっちゃいますのでですね、そうするともうあと10年ぐらいだと思うんですよね。そのあと10年をどう楽しむかっていうことで、美味しいワインは飲みますけども、面白いアニメを作っていきたいなと本当に思っておりますので、まあ、あとラジオでそういう情報もいっぱい流していけたらと思いますので、その文化放送長屋&事のね、16時水曜日の16時スワラジも聞いていただきながら、それもなんとか可能なら維持していく。ただこういうのもね、自分で頑張ってるから番組は継続できるっていうもんではないです。皆さんどんなもんでもそうです。今田さんもそうだと思いますけどなので、まあ、継続できるための努力はしなきゃいけないですよね、はい、でそれで何かで変わるというか、次はどう変わるのか、何を次にやっていけばいいのかっていうのは、いい意味で貪欲にからまあ真っ当に前向きに進めていくっていうのが、まあ今年の私の一つの課題でもまたあるわけなんで、これからもまた読売テレビアニメね、それとまあ諏訪がやってるっていうふうに聞いていただいたら、それはぜひそのアニメーションなり、あとイベント系、その最近審査員とかね、なんかそんなことも やらせてもらってました。BS 日本でですね、2月の5日から日曜日の24時日曜日の深夜にある、まあ崖っぷちオーディション、声優崖っぷちオーディションみたいなのを審査員をやってます。 7回連続でやる、結構ね発想が、飛んでるというか面白い番組なんで、もう1回2回終わってると思いますけど、これからでも BS 日本で
やってますんで、ぜひ見てください。わかりました。じゃあ、はい、ぜひ諏訪さんのラジオを中心に最新の情報はチェックしていただければなと思います。そうですね、諏訪ランチ、まあ、応援しましょう、ね、ぜひお願いします。じゃあ2回にわたって本当に貴重なお時間ありがとうございました。いえいえ、こんなふうにあのベラベラ喋ってるだけで楽しかった。皆さん楽しみでいただいたかどうか分かりませんけども、まあ、コナンは皆さんの友達なんで、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。エンディングです。ですね、私の、作詞した、シンガーソングライターつともくんの楽曲雨上がりのさよならと、あとこのエンディングに今かかっている日だまりと琥珀糖という曲がジョイサウンドのね、大きなカラオケの機材には、入ってまして、今歌えるようになってます。よかったらマグカフェとかつともとか雨上がりのさよなら、日だまりと琥珀糖などなどで検索して、PV も一緒に見れますから、ぜひ歌ってください。キーも変えられたんですよ、この間。びっくり。いや、カラオケ入ってちょっと嬉しかったな、なんちゃって。それではまた来週お会いしましょう。キラでした。バイバイ。